回は油かい。手広くやってるな、この商人。俺たちも人のこと言えねえってばよ。しかし大変だぞ。油の重さときたら半端じゃないからね。げっ、そうなの？やめようかな、この任務。ダメだね、もう遅いよ。それに依頼人の期待を裏切るつもりか？期待と積み荷の重さに潰されそうだってばよ。まあそう言うな。これも修行だと思って頑張りな。ちぃ、命令する方はいいよな。死にたくないなら次に置いていけ。苦労して運んできたんだ、そんなことできるかよ。その苦労もここで終わりだよ。ほらさっさと消えな、小僧。勝手なことばっか言いやがって。そんなに欲しけれ、力ずくで奪ってみやがれ。いい覚悟だ、小僧。行くぞ。Yes!
よっしゃ、積み荷に異常なし。よくやってくれた。俺にかかれ。ざっとこんなもんだってばよ。ガキのくせに言うね。いや、確かにお前はすごいよ。普通こいつは馬2頭で引くんだぞ。それを一人でやっちまうんだからな。いってー、俺ってば馬代わりかよ。まあ怒るなって、これも修行だよ、修行。おうおうおう、綱手のばあちゃんと同じこと。そんな顔すんなよ、頼りにしてるんだぜ。正直な話。まあそこまで言われたら悪い気はしねってばよ。そうかい、そいつはよかった。じゃあまた頼むからな。ああ任せろ。じゃあな、おっちゃん。さすがのお前もくたびれただろう。今度ばかりは答えたってばよ。馬2頭分の仕事だったんだぜ。いいじゃないか、お前が馬より使えるってわかったんだから。そっか、そうだよな。てー、嬉しくねってばよ。怒るな怒るな、悪い意味で言ったんじゃない。じゃあどういう意味か言ってみろってんだ。とにかく任務は終了だ。ご苦労、ゆっくり休んでいいよ。言われなくてもそうするってばよ。じゃあな。